じゃあ改めましてですねヘロックの笹田さんからフルタイムの Ruby コミッターとして働くことということでお話をいただきたいと思います皆様拍手をお願いしますはいありがとうございますあのヘロクの笹田でございます、えー、本日はえっ、ー、とフルタイムルの Ruby コミッターとして働くことというタイトルで発表をさせていただきますえっ、ー、と残念ながらですねこの発 スライドはあの下のフッターがちょっと日本語入ってるんですけどもそれ以外は全部英語で書いておりますなぜかというとあ、はい、あの使い回しがたくさんできるからということで,、はいでえー、と2014年ですねもう,う2014年もくお終わりになりましたけれども、えー、と私にとっては非常にあの重要な年になっておりました、えー、と何かというと、まあ、結婚1年目なんですけれどもこの,この人とあの結婚しまして <laughs> で4月にですね <laughs> あの初めてあの結婚式を挙げましてあのしもうなんか結婚式大変ですねあのもう二度としたくないと思ってたんですけどという感じで,、はい、でそれはまあ置いといてあの10年目というあの節目の年になりました何の10年目かと申しますとあの先ほど松本さんが。あの 2004 3年に作り始めたたっって言って言んですけど2 0 0年からですね2004年の1月、正月から始めたんですけれども、y a ブっていう仮想マシンの開発を始めまして、10年前にそれを始めて、今でも同じようなことをやっているということで、わ我ながら進化がないなと思うんですけれども、ただ、それは10年間継続できているので、先ほどのフルタイムという言葉フルタイムの開発者になれたのかなというふうなことは思っております。 えと私が2004年から始めた開発が実、えーまあ、を結びましてというかあの松本さんにまあ認めていただいて、えー、CRuby の本流に入れていただいたのが2007年になります。ヘロクという会社に、えー、とお金をいただきながら Ruby の開発をするというところですねヘロク自体は、ね、Ruby の会社ではありません。 あの最初は Ruby on Rails が使えるというパースのサービスで始,め始まっていたんですけれどもえと今では Ruby に限らず,ず Java、Python、Clojer、えー、いろんな言語ですね GoLanguage とかあの最近の言語も普通に使えるような環境になっておりますというのがあのまあえと宣伝トークですねはいなのでこの中で Ruby 以外を使っている人がどれくらいか分からないですけどもぜひあの ヘロクの利用も検討していただければと思います。で我々がどのようなことをやっているかというとフルタイムで CRuby の開発をしておりますでフルタイムで Ruby のクオリティを上げるという仕事をしています。で、まあ、松本さんは mRuby とかストリームとかいろいろやってるんですけども私ともう一人の中田というのが一生懸命こう品質を上げるで品質にはいろいろあってバグが少ないとかあの 早いとかメモリがなんかあまり食わないとかあのあったら嬉しいことですねまあもちろんウビーグ動かしててこうよくわからんバグで死んでたらそれは困るわけでそういうことをどんどん潰していくというのがまあ我々の仕事になりますでえっとよくですねあの私ヘロクっていうふうにご紹介するんですけれども日本にはヘロクのオフィスがないんですねでどこに行ってるかっていうとセールスフォースえっと まずですねヘロックというのはセールスフォース2011年ぐらいに買われましたで買われたので我々子会社なんですけどもそんで、えー、っとヘロックの中にあごめんなさいセールスフォースは日本にブランチを持ってまして日本支社がありましてでこの松本さん以下この2人ですね笹田と中田と松本さんはみんなあの、えー、っと日本セールスフォースの社員として雇われて契約上雇用契約上雇われていますだけどこうレポートラインっていってこうえー、っと ボスはこ,うこっちのヘロクの方にいいるという感じですねあのヘロク本社はサンフランシスコにビルを持っていましてセールスソートは別にビルを持っているんですけれどもえビルというか場所があるんですけれども我々はまあそこの社員でありながらまあこちらのえっと福利厚生とかはまあこちらの方から受けているという、まあ、こういうような感じになっておりますで、えっと、まあ松本さんがボスで、えっと、私と中田さんが、えっと、下についているというような状況ですであの フルタイムコミッターそして働くことなんですけども、えー、と何をし、えー、とするか、まあ、起きて仕事して、えー、帰って、えー、と仕事して寝るっていうのがあのな、えー、とこうご紹介しろと言われるとまあこれくらいしかないという感じなんですけども。 えーとまあ、ホームで仕事するっていうのとオフィスで仕事するっていうふうに書いてるんですけどもあのマネージャーがですね、まあ、いつも松江にいるので <laughs> 松江とかもいろんなところにいるので,で、まあ、あ,のあと,、えー、とサンフランシスコにのヘロックの本社の方にもエンジニアのマネージャーがいるんですけども、まあ、そちらもですね日本にいないのでやり放題なんですよね。なので特に <laughs> あの。特にあの 何かこうしろ例えばタイムカードでこうしろとかこう1分遅れたから30分時給なしでとかそういうことはなくてあの好きな時に仕事して好きな時にあのまあ家に帰るみたいなことができるということですね。まあ、あの松本さんもまああのこの間の RWC ですかあの質問えと聞くな許可を求めるなあ後で謝ってくださいっていうそういうことを言ってたような気がするのでまあ特に何,何してもいいかなという <laughs> ことですね。でえーと はいででまあ、前はあの、まあ、1回オフィスに行くと11時とか12時まで仕事するのがお多かったんですけれどもあのあの結婚したのであの家であの鳥居さんがご飯を作ってくれるのでそれのために帰るという感じですで、まあ、その後あの仕事したりとかですねという感じであの好きなときに仕事するというところになっていますでその仕事の内容ですね多分こちらが大事だと思うんですけれどもあと何をするかでえー、っと まあフルタイムコミッター要するにフルタイム開発者ですねフルタイム開発者なんだからコーディングするだろうって書いたんですけどことだと思うんですけどもあのこれ優先順位順ちょっと書いてるんですけどもあのサーベイあの調査がやっぱり一番多くてあの例えばバグトラッカーにバグがあるとかなんかこう苦情があることをちゃんと見ないと何を開発していいか分からなくなっちゃいますからその辺とかですねあとあの前職私大学の方で教員やってたのでえっと 例えば、私が作っているものはどういう風うに作ればいいか？っていう知見がやっぱりえっと学会とかそういうところに集まってたりするので、その辺を。まあ私だからこそえーと何ですかね。その前職で鍛えられたこそをあの見れるという意味でまあなるべく見るようにはしています。だからまああとブログとか sns ですね。twitter とかあの twitter とかこう。私昼間にもあの投稿してたりもするんです。けれども、それは決して。 あの遊んでるわけではなく調査のためにしょうがなくやっているという感じでございます。<laughs> あとあとあのあれですね利活えっ、ー、と実世界でのワークロードえっ、ー、と皆さんが作っているアプリケーションが実際にどういう風に動いているかっていうのをちゃんと見ないとあの適切なあのことができないのでで例えばヘロクなんかだとまあルビーのアプリケーションたくさん動いているのでその中でこんな苦情があったみたいな話はえっ、ー、と聞くようにしています。で一番あの二点一を出しルビー二点なんか去年の クリスマスで出たんですけども一番言われたのがメモリ食いすぎであると。でメモリなんて今の時代誰も困んねえだろうと思って結構メモリをガンガン食うようにプログラム書いたんですね Ruby2.1 は。だけどこうヘロクの環境っていうのは実は5 1 2 m メガしかあの一番小さなインスタンスは使えなくてでそういうことだとこれこれこういう時に困るみたいなことを言われるとあこれそきゃなんとかせんやなということがあのいう話をしなきゃいけなかったなとでえっ、ー、と でそ,れそれらのサーベイのもとにまあ何を作るかどういうふうに作るかという話を考えるんですけどまあこれがやっぱり時間かかりますね。あの私結構コード書いちゃうと全然何というかその先に書いたコードに引っ張られて適切な判断ができないということがあるのであのどう動かせばいいのかっていうのをだいぶ考えてからじゃないとコード書かないようにしています。もちろん自明な仕事ってありますよね。こここれれれははももうこううこの,のテーマがあっったたららううすればいいっていう話だったらまあそれはもちろん がんがンコードを書きますけれどもそれができないことがちょっと,、えー、と例えば高速化最適化に関しては結構それがあるのであの今,今動いているものをそのまま使っちゃったりそのままちょっと手を加えてなんとかなるものではないとじゃあ何がダメなんだろうどうすればいいんだろうというのは深く考えるようにしてから仕事をするようにあのコードを書くようにはしています。それからあと,、えーと 自分がどういういなコードなぜこのコードを書いたのかとか、えー、とこういうプレゼンテーションですねみたいなことはなるべくあの書くようにしてます。あの面白いあの松本さんも先ほども面もいっておっしゃってました面白さを伝えることは大事って言ってたんですけれどもそれは全く本当にその通りだと思うのでそれであの1人でも多くの,あの仲間ができればいいなと思ってあのなるべくあのドキュメント等は書くようにしようとは思っております。 まあ、でこの辺はいいですねあの、まあ、普通に開発リモートで開発するのでコミュニケーションツールを Skype とかヒップチャットとか IRC とか SNS とか使ったりとかあの開発用ツールを使ったりとかするんですけども、えー、とマシンですねやっぱり我々の仕事ってし、えー、とマシンが必要で,でクラウドでできる仕事クラウドでできない仕事がありましてクラウドでできる仕事に関してはまあ そのある程度簡単にお金を払えば手に入るんですけども例えばベンチマークしようと思うとあのクラウドの上でベンチマークすると結構まずいことが多いのであのそのためには実際にあのマシンを置かなきゃいけないでそのためには何て言うんですかね、えー、っといろんなところにえっとマシンを置かせてくださいとお願いしに行ったりしてるという感じですねでそれらの成果ですね、えー、っとこれはテストですけれども Ruby のテストとかっていうのはあ こういう形でまとまってたりしてあのいろんな環境でテストを動かしてまして Ruby2.2 をこれから出そうという時にこの赤いのがあるとまずいんじゃないですかねこれ。ちょっとまずいですね。ということが分かるようにしているとですね。あの例えばデビアンの環境で動いてるんだけどもデビアンのこの環境だと動かないとかっていうのは自分の1人の環境だとなかなか作れないので。 まあそういうのを確認できる環境にはしているというところですね、これちょっとオープン SSL がどうのという話だと思いますけど、<laughs> えっとそれからあのデイリーじゃなくて、非日常の話ですけれども、いろんなところにカンファレンスを呼,呼んでいただくようになりました、えっと、3月にフィリピン行って、4月に台湾行って、5月に小笠原にハネムーンに行って、6月にシンガポール、<laughs> 7月にインド、8月にブラジル、9月にルビー会議、10月に引 して11月月ににサンディエゴで12月にで,ですねいろんなところで、えー、と呼んでいただけるというのはあの非常にありがたい話で、えー、とこの辺はです、ね、結構自分自身をあの呼んでくださいって一生懸命こうアピールしたからだと思うんですね。でアピールするとにあの結構海外の人ってあのそういうなんか日本人に喋ってもらいたいみたいなあの,のがあるらしくてじゃあお前来いよみたいなことを言ってくれる。でこれは何を言ったかというと私はる開発え私の自分の開発っていうのは あのカンファレンスに合わせて、カンファレンスで発表するために、いい結果を出すために開発が伸びるんですよっていうような話をして、いろんなところで吹聴して回ったんですねあの、わざと大げさに、そうすると、まあ、<laughs> あの皆さんがあの呼んでくれるようになるということで、でだから皆さんもです、ね、ぜひ、自分はなんかこう、海外とか怖いなとか思ってもです、ね、日本人の情報ってすごい増えてますんで、ぜひ、おじけづかずにです、ね、どんどん行っていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。 というわけでこれが最後のスライドなんですけれども全てがあのわれ私の仕事っていうのはあの全てが自由ですなのであの特に何をするなっていうのがないので。 えと自分で何をしたいかっていうのを選ぶことができるけれどもただしその代わりに、えー、と自分の価値をあのちゃんと外に行っていかないと首切られちゃうんでその辺はしんどいですねっていうのはあります。というのでなるべくあの何か自分がやったすごいなと思うことはパブリック、えー 文章に書いたりプレゼンテーションしたりっていうことを心がけるようにしています。それからまああれですね実際の宿ってくれる会社ヘロクとのコミュニケーションを大事にしないとお前何やってんだって言われちゃうので <laughs> その辺はあの頑張っているというところです。というわけでそういうことをやった結果っていうのが Ruby 2.2っていうことであのやってるえっ、ー、と今後12月に出るんですけどまあいろいろ良くなってるのでぜひあの見てくださいということですね。はいどうもありがとうございました。